新ちゃん、どうもこんにちは、覆面トレーナーです。今日はですね、ちょっと撮影をしてまして、ここでね、はい、今深夜の4時です。12時から撮影してるんで、4時間ぐらいね、撮影をしてます。で、何の撮影をしてるかがまたね、発表できることになったら、発表しようと思います。で、ちょっと今空き時間でもう終わったんでね、動画を撮ってるんですけども、今日はまあ、いただいた質問にお答えする動画にしようと思ってるんですけれども、これはよくいただく質問で、自主トレをするときに気をつけるべきポイント、これについて簡単に、お話をしようかなと思ってます。で、まあ、今は自主トレの、ね、動画をいっぱい YouTube に上げているんですけれども、僕らがやっているダイエットジムアクションスタイルではですね、オンラインサポートというのをやっておりまして、お客様それぞれに、宿題メニューというのをお出しして、それをね、やっていただくんですよ。で、レッスンはもちろんやっていくんですけど、そのオンラインの課題っていうのも、日々やっていく。で、レッスンをやっていくという感じで、一緒に進んでいくような流れになっています。で、その自主トレというのは、やはりですね、ご自身でどういう意識でやるかということがすごく大事になってくるんですよね。なので、その話をね、しようと思います。で、例えば、まあ、1日1分でもいいし、基本的には僕が見てるお客様は、5種目から6種目やります。そうすると大体5分から6分でトレーニングが終わります。で、一番ですね、気をつけることというのは、やっている最中に目的の場所に効いてるかどうか、これがすごく大事です。例えば、V 字キープという簡単なお腹を下っ腹を鍛える、腹筋メニューがあるんですけど、それをやるんだったら、やっている最中、1分なら1分、30秒なら30秒、ここにちゃんと効いているなと思いながらやること、これが一番大事になります。はい。で、次に大事なことは、やる前に必ずここに効かせるぞって思ってからスタートすること、これが大事です。まずはやる前に、よし、ここに効かせよう、よし、行こう、スタートしたら、よし、効いてるな、効いてる、あ、きつい、きつい、きつい、終わった。3番目に大事なのは、終わった時に効いてるなって感じられることです。はい。この3段階を必ず踏むようにしてください。これが、感じられない、要はやってる最中に、効いてるなってことを感じられないとか、やる前にここに効かせようって思わないでスタートしてしまうと、全然思ってるのと、効き方が違ってくると思うんですよね。なので、この3段階をぜひね、気をつけてやってみてください。本当にこうやってちゃんと意識をすれば、短時間でね、体に効かせることは全然できます。しかも、ちゃんとできればできるほどきつくなってきます。はい。なので、どうしてもね、トレーニング、体を変えていこう、筋肉つけよう、痩せようとかって思っていくとですね、どうしても体に負荷をかけなければいけないんですよね。ご自身でかけていくしかないんですよ。もちろん僕とね、対面でレッスンをしているときは、どうしても僕がもっとこうしてください、もっとこうですって目の前で言う、もっと早くしよう、もっとこうしようって目の前で言うので、どうしてもきついのは当たり前なんです。で、これが、自宅に帰ってね、一人でやると、あのきつさが味わえないなと思う方ってすごく多いんですね。で、それは何が違うかというと、目の前で僕がここに聞かせてください、こうです、こうですって言って、その上でやる、しかもフォームを改善、この目の前で言えるから、やっぱりきついフォームになっていくんですよね。なので、とにかく重要なことは、まずはやる前にここを効かせるんだ、ここを効かせるためにはこうするんだっていうフォームをね、しっかりまず確認して、その上でやりだすということで、もう一個だけ重要なことがあって、4つ目は、やってる最中は全力でやるということです。結構ですね、例えばひねるっていうものがあって、これ早くやればやるほどきついんですけど、これがね、考えながらこうだこうだこうだってやってると、時間をどんどん過ぎてしまうんですよね。なので、よし、こうやってやろう、背中まっすぐで胸張るんだとかって、こういうことはスタートする前に考えておいて、ピッてタイマーを押したら、もう全速力でやる、これが結構大事です。やってる最中もちろんね、お腹気にするっていう意識は持ってるんですけど、
フォームの確認をしながらね、時間が過ぎ去ってしまうと、その全速力っていうのが出せなくなってしまうんでね、そこだけ、気をつけていただければと思います。はい。で、実施するで気をつけるべきポイントはこの4つだけかなと僕は思ってます。もう一度確認します。1つ目は、スタートする前に確認をするということ。どこに、このトレーニングはどこに効かせるためにやるんだっていうことをちゃんと確認をすること。2つ目は、やってる最中、そこに効いてるかどうかを意識しながらやること。3つ目は、終わった後に、そこに効いてるなってことをちゃんと確認すること。4つ目が、タイマーをスタートしたら全速力でやること。フォームばっか気にしないということですね。はい。この4つが、とにかくね、自主トレでは大事なことになるので、ぜひね、これを気にして、取り組んでみてください。もうこのチャンネルではですね、本当になんつうんだろう、難しいトレーニングとかきついものっていうのを、というよりかは、簡単で短時間でパパッと誰でもできる、トレーニングっていうのをご紹介しているので、ぜひね、これを気にしながら、どれか一つをとにかく選んで、それをちゃんと毎日続けることをね、やってみてください。やらない日が、例えば1週間だけで1日だけ、1時間トレーニングをするよりも、だったら1分毎日進んでいく方がね、いいので、ぜひね、継続して同じものをね、やるようにしてみてください。はい、ということで、そんな、何をやったらいいのかなとか、長いトレーニングが嫌だなって思ってる方に、このチャンネルがね、届けばいいなと考えてます。ぜひね、これからも、ご覧になっていただいて、もっともっといろんなトレーニングを紹介していきますので、あなたに合う、ね、トレーニングが見つかればいいななんて思っております。はい、ということで今日は撮影の合間にですね、ちょっといただいた質問に答えてみました。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。覆面トレーナーが送る日本初の新しいトレーニング法、アクションクロストレーナー。楽しくなければ意味がない。楽しく体を動かそう。あなたの参加を待ってます。パーソナルトレーニングジム、アクションスタイル。